そして、あるいは息子と言いますね。そして今度はお母さんと同じ、姿を持って現れてきた、心も体もですよ、現れてきた、生まれてきたその子供のことを女の子と言いますよね、あるいは娘と言うんです。とすればこれはもう宇宙の原則だと言ってもいいぐらい根本的な原則です。とすればそれはどこから来たかというと、その原則自体が神様の中の世界を鏡に映してみたらこうだったんだから、原因である神様ご自身の世界の中にも同じ根本の原則があるはずですって言うんです。とすれば神様ご自身の中における男性ですね、男性と女性がこれが一つに溶け合って喜びの中からですね、そこに新しい命が生まれてくるに違いありませんって言うんです。言い換えれば子供が生まれてくるに違いありませんって言うんです。これが実は私たち人間だったんですって言うんです。その時に神様のまあ、お父さんに相当するですね、神様の男性、それと同じ形を持って現れてきた、生まれてきたその神様の子供のことをですね、何というか、これがすなわち男性たちなんです、男たちなんですって言うんです。そして今度は神の女性と同じ姿を持って生まれてきたその子供を、これがすなわち女性の皆様方だったんですって言うんです。そういうふうに見つめてみればですね、ここに私たちは男性、男も女も神様の息子であり、神様の娘、神様の子供であるということが分かってくるんです。ところでここにおいて男と女という人間について見たときにも、もう一つの共通事実があることが分かります。それは全ての人間は目に見ることができない心と目に見ることのできる体という2つの側面があるという事実なんですよね。人間は神様に似た子供として生まれてきた存在ですから、第一原因である神様の中にも実は心の原因と体の原因となる2つのものがなければなりませんよね。この見えない心の原因のことを本性相と言い、見える体の原因のことを本形状と言います。すなわち神様は本性相と本形状が一つに溶け合った二性性相の存在であるんですよね。実はこの性相と形状の二性性相の方がより本質的な神様の性質なんですよね。この一番最初に生まれた長男があるでしょう、あるはずですね。それをまあ聖書はですね、実はアダムと名付け、最初に生まれた女の子にエバと名付けました。それはまあ他の名前でもいいんですけども、時には日本式に言えばイザナギ、イザナミのように、そういうふうな表現してもいいんですけれども、そのようにしてこの男は神の息子であり、女は神の娘であるという、こうしてみれば結局人間とは何かというこの問題に対してはっきりとしたこのですね答えが出てきたわけです。人間とは神の子である、神の息子であり、神の娘、神の子供たちだったというんです。そうしてみればですね、神様は一体何かというと、今度は人間の側から見ればですね、結局目には見えない人間、私たち一人一人のお父さんとお母さん、言い換えれば無形の、目に見えない五感には映らない無形の父母様である、親であるという、だから親神様だったんです。やっぱりその親神様から生まれてきたのが私たち一人一人だったんですって言うんです。今日まで私たちは人間はですね、たくさんのことを学び、たくさんのことを知るようになりました。極微の世界から極大の世界まで、本当に無限の世界までですね、分かることができるようになりましたけれども、気がついてみれば
人間にとって一番大切な問題を分からないままで来ていたんですね。それは何かというと自分自身です。人間とは何かという、私は一体何者でしょうかという、この問題を今日まで分からずに来ておりました。ある時には哲学を通じ、あるいは神学を通じ、あるいはその他のあらゆる学問を通じながら、あるいは宗教を通じながらですね、結局何を探してきたかというと、結局人間とは何かというものなの、私は一体何者なのか、私は一体どこから来て、来た何者であり、どこへ行かなければならないのかという、その根本問題を探しながらもはっきりと理解することができなかったんです。しかしここにはっきりとですね、人間は神から来た神の子であるという結論が出ました。そのように見ればですね、今までそれを探して分からなかったので、今日まで人生いかに行くべきかという問題も十分に理解することができなかったんです。であるものが現れてですね、そしてその人間とは何かという問題に対しての回答を得たというんですよ。でそれ何ですかと尋ねたら、人間は猿の子だというんで、簡単に言えばですよ、言い換えれば、この進化の、その進化の頂点に立つ最も知恵の優れたそのような動物であると、こういうふうに言うんですね。見かけ上はそういう側面もあるでしょう。しかしながらそのこの進化論の考えには目的感と期間がないんですね。だから何のための人生か、その立場に立てば人生は何のためにあったのか、人生の価値についてこの価値観を持つことができなかったんです。何が善であり、何が悪であり、何が尊く、何が卑しいのか、そしてまた何が清く、何が汚れているのかという、このような根本問題に対して人生の在り方について知ることができなかったんです。でしかしこの人間とは何か、人間は神の子であるということを知って、初めてですね、人間は本来神様のように尊い存在であるということが分かってくるでありましょう。人間の生命がなぜ尊いのか、他の動物は命を奪っていながら、なぜ人間だけはこの命を奪ってはいけないのか、殺してはいけないのかという、これらの人間の生命の尊厳、こういう根本問題、そして人生いかに行くべきかという根本問題は、全て人間とは何かというその点からでないと解明することができないんです。で、どうかですね、皆さんがこれを土台としてですね、さらに次の学習に入っていただけたらありがたいと思っております。どうもありがとうございました。